しました。それきついな。ウルトラスペースあります。うん、まあこれで殴ればいいのかな、しばらくは、ね、つける。で電磁使います。グッズ。多分最初は準備だよな。いや、ビーストリング手札に加えますね。で雷エネルギーは入ってないんだ。でウルトラスペース効果で。ウルトラビーストを手札に持ってきます。で出しますで手張りした、うん、これでいいか。ヘンドドロ。じゃあ先ウルトラスペース使わせてもらいます。あ、そっか、そっちもウルトラビースト入ってる。どうしよっかな。あ、でもこっち結構悪くないスタートだぜ。じゃあ先にベベの目出します。なるほど、分かったぞ。アーゴ4か。アーゴ4、いろんな型ありそうだね。ウルトラピースト並べなきゃいけないんだよね。じゃあこのままベベの目出します、はい、で、じゃあ多分もうないからベベの目につけて、うん、ハイパーボール、はい、2枚捨てて同時進行で作ろうかな。まあベベの2体目とかもあるかもしれない。あー、今エネルギーがないからな。あれなんだっけ。じゃあ積んで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 。あー、なるほど、これで硬くなるんだっけ。10減ります。ウルトラビースト全員がマイナス10。かなりこれ複数並ぶと結構うざいね、多分。はい、でそのまま積んで積んで出して、はい、じゃあターン終了で終了、ドロー。でこれ普通に、そうだね、普通につけてで効果使います。もう一体か。まあまあまあ普通にやるよね。まあでもたまんなければそうだね、本当はこのターン入れ替えて食い散らかしたいんだけど入れ替える手段がないので、じゃあ超年歴70になるのかな。はい、ありがとうございます。ドロ。じゃあウルトラスペースもう一回使います。はい、あ、これ、うん、こっちの効果でマイナス10、うん、だから70で1減らしてる。これ超年歴80。じゃあどうしようかな。あ、しかもこっち超抵抗あるね。アクア地味にこっち有利だ、ね、マイナス20。アグアンでビートするプランだよね、それですね。地味にマイナス20はでかい。200は210か、辛いな。2パンが届かないかもしれないね、下手すると。どうしよう、もう一体行くか。じゃ積んで積んで、もう一体。なるほど、なるほど、それで、あ、でもどうする、どっちやっぱやめようかな、うん、やめてもいいですか。いいよいいよ。じゃあちょっと変えて、まあハンドによるよね。とりあえず並べるのか、それとも進化するのかとか。じゃあうつろいとちょっと手札に変えます。はい、これうつろない光ってどんな方がいいの。ベンチ出した時毒とこんなんか、はい、なるほど。スタートポケモンだと意味がなかったかな。はい、じゃあそのままベベノムアーゴ4に。はい、もう別に毒がありそうなんで、じゃあターン終了で。終了で。しまったな、ハイパーボールで切るやつ間違えたな。ドロー、間違った。スケールじゃあウルトラスペース使います。これ圧縮した方がいいからね。このまま時間稼ぎで今逃げるんだけどね。でも今別に場面有利だからこのままでいい気もしちゃってるね。うん、超能力で食い散らかすと困るのかな。ちょっと逃げてみるわ。逃げてみてで食い散らかしますね。はい、2、3、4、5
どうだ、さすが安定感。まあぴったり揃えましたと。エンド。ドロー。じゃあもう一回ウルトラスペース使います。はい、お互い疲れるのすごい尺な気分になる。あーもう、いや、まあ2体目のベベのもとか積んで積んでて時間を稼ぐのかみたいな選択だと思うんだけどね。ちょっとミクラゼマ達成。なるほど。N 的に鋼があるのかどうか。はい、じゃあそのまま出します。はい。ドアリハチマキ。はい。N がない。N がない。それきついな。じゃあドロー。つけます。じゃあウルトラスペース使います。もうないんじゃないか、下手すると。何がない。あ、もうないね。ウルトラビーストがもうデッキにいなかった。いなかったのでシャッフルするだけです。で、手張りはしちゃった。なので、じゃあこのままタイランドホールで気絶。2点取ります。よし、あでもコスト的に、あじゃあ打つか。いや、アークよ、ドロー。手札悪いな。とりあえずウルトラスペース使います。じゃあちょっとメモリーを確認して。ダメだ、この流れじゃ時間がかかりすぎる。積んで積んで、うん、ちょっと遅れてる。順番を間違えたかもしれない。ただこれで積んで積んでてマイナス20だとなかなかハチマキ巻いても届かないから悪くはないので、うん、そのまま積んで積んで出します。ウルトライド、自分の場のウルトラビーストの数かける今80か。まあまあだよね。1A の80。じゃあ、ペーパーボール。うん、もう仕方ない。もうちょっと今、貯めるしかないか。ミュウツー。なるほど。ミュウツー、あれでしょ、当てたから使いたかったみたいな感じでしょ。本当はアーコ4か、うん、なんかこううまく回らなかったらミュウツーでどうにかしようみたいな。あ、種でも殴れるから。ウルトラビーストじゃないところがね、ちょっと。でミュウツーでつけて。ビーストレイド80かな。80。ただマイナス20なんだね。じゃあドローします。つらいな。じゃあこっちを普通に育てていこう。スケールレッグが出します。全自使います。なんか欲しいグッズあるかな。じゃあネストボール、ネストボールを使ってサークライ出して圧縮かけとって、ただ地味に平らなところで届かないんだよね。180160、ハチマキ巻いても210からマイナスになっちゃうね。しょうがないよな、これな。まあ、タイラントホール180ですね。
はい、エンドです。ドロー。あ、180じゃないや、20減殺されるから160ですね。じゃあつけて入れ替え、あ、入れ替えじゃない、あのウルトラスペース、はい、ダメだ、序盤のあれがうまく。そうだね、こっちがずっと有利が続いてるな。さっきみたいにうまくいかないんだな。ここで80でもまだ落ちないからね。じゃあいいや。ここが2体ウルトラビーストだったら120、あ、それでもと鉢巻きがあれば届くのか。ウルトラネクロズマ、はい、100、現状ビーストレイドが100、鉢巻きがあれば130。じゃあウツロイド解くと混乱、はい、確かこれはお互い、お互いなのか、お互い。なるほど、結構めんどくせえな、はい、じゃあターン終了で、じゃあ毒のダメージですね。でこっちも毒のダメージですね。40、はい、じゃあ2ターン、ドローを、これはそうだね、ちょっと動きづらいですね。手張り、このパック2本ぐらい買えますね。6000円まで。ああ、16000円です。1つもらって、1番として。これも全プレミアついてる感じですか、他のやつ。そうですね、これも付けたいぐらいですね。あ、そうなんですか。数やすい。あ、じゃあ2ボックス買っていいですか。はい、そうそうそう。9000円。週末終わったらないですよ、どこに行ったのか。あ、ラボーなんですね。いや、次に出る GX チェーンに出るな。そうですね、それで最初は何かでまた変わってくるの。昨日やつのやつ、お客さんのやつやってたんですけど、一生互換できる。右タイム。右タイム。ちょっと2番とか結構する感じですか。いや、あんま安定してない。あ、そうですね。わかりました。はい。で、入れ替えても今でも混乱が本当嫌だな、混乱嫌だな。これでうまく位置なんかタイムが止まってくれば混乱嫌だな。でも殴るわ。で混乱チェックでね、裏だとこっちが30受けちゃうんだね。頼む、でとりあえず使う技はタイラントホールじゃないか、グラトニー GX ね。もし混乱じゃなかったら、おいしょ、じゃあグラトニック GX で100ダメージで気絶。痛いな。で多く取るんで4枚取れるね。あ、そっか。忘れてた。そうだそうだ、4枚取れるね。うっそー。、うん、今の表でよかった。忘れてた、うん、やっぱ準備できる前にやられたね。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが